僕はノンタン推しです。ということで、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はですね、始まりましたラブライブコラボイベント空の扉ということで、トレジャー交換をおすすめですね。こちらの方、敵を倒すと手に入るこちらのねアイテムなんですけれども、何と交換していけばいいのっていうのをちょっと軽く紹介していければいいなというふうに思っております。で、まあ、今回はですね、キャラクターがまずめちゃくちゃ強い。今回のキャラクターマジで強くない？俺めちゃくちゃおすすめできるんだけど、まあ、最初に何交換すればいいかっていうのはもうマジでキャラクターだと思うわ。闇キャラを見ていくと、このハラショウ、ハラショウ、今のエリチのモノマネじゃなくて、聖剣使いのワールドブレイクに出てくるロシア人のスパイの女の子のモノマネなんですけれども、ハラショウですね。敵の強化効果を一つ無効化っていうのがあって、まあこれが結構使うとき使うっていうアビリティ。うん。まああと、やっぱスピリチュアルやねと。俺ノンタン推しなんで、スピリチュアルなのはやっぱいいところ。で、心のメロディー。これね、ニコニーがファランクス使ってたからな。ニコニーが使ってたファランクスの、味方全体の全属性ダメージカット。うん。まあ、安定するキャラクター。結構初心者向けのキャラクターかな。もう今からラブライブ始めたよっていう人だったらすげえおすすめのできるキャラクターだし、こちらの方はね、強い人でも使う可能性が高い。うん。特にやっぱいいなって言われてるのが、この意味わかんない。意味わかんないはやっぱね、評判がいい。味方全体の奥義ゲージアップ 30% っていうスキルなんだけど、これはね、みんなね、喉から手が出るほど欲しいんですよ。光属性とか、闇属性とかは結構持ってるんだけど、このアビリティ持ちのキャラクターがいると結構編成の幅が広がったりするんですよ。なんで、まあ俺全属性でこのアビリティ持ちのキャラクター欲しいなって思ってたんだけど、なんと配布キャラで来るっていうね。まあ奥義ゲージ 30% ってのはもう固定値で上がるから、やっぱりその評価が高い。これはね、まあ、よくわかんないかもしれないけど評価が高いんですわ。ということで、新キャラクターがすげえ強いからとりあえず取っといた方がいいっつうのは言いたいね。まあ、他になんかこう、アイテム交換優先度高めだねって言われてんのは、ちょっと、かいつまんだよね。エリクシルハーフ。これおすすめって書いてあるから。エリクシルハーフ、ソウルシード。あ、2ページ目あるんで気をつけてください。エリクシルハーフ、ソウルシード、ダマスカス外傷、破行の指輪、10連チケット、アーカルムポイント。ここあたりは割かし優先度が高いかなっていうような感じですね。ちょっとじゃあそこら辺、喋っていこうか。うん。まあ、まず10連チケット。で、10連チケット、今さ、何日だっけ今12日じゃん。今12日なんだけど、1週間後ぐらいにグランデフェスっていう、なんかSSR 排出率が2倍になるスーパーキャンペーンがやるんですよね。毎月やってんだけど。まあ毎月やってるスーパーキャンペーンなんだけど、それの時に使うと、まあいいキャラが出るかもしんないっていうことで、レジェンド10連ガチャチケットは割かし、まあとりあえず真っ先取っときゃいいんじゃないみたいな感じの、うん、言われがちだね。なんでまあレジェンドガチャチケット在庫1個しか取れないし、もうささっと取っちゃってもいいかもしれない。で、アーカルムポイントについての話するね。アーカルムポイントは、まあ有限なんですよ。これがなんで欲しがられてるかっていうと、有限で、グラブルを本気でやりてえっていうんだったら、多分ね、アーカルムポイントのなさにヒーヒー言うんだよ。なんで、まあグラブルをどんぐらいやってんのか、まあ人によってはわかんないけど、アーカルムポイントは、グラブルやっていくぜって思ってるんだったら、マジでぜひとも取っておきたい。30個分、在庫30個なんだけど、30個取っておきたいっていうようなアイテムに仕上がってますね。うん。で、破行の指輪。これはね、キャラクターを強化できるアイテムなんだけど、まあ、栄冠の指輪と種類は同じなんだけど、破行の指輪の方が当たりの量が多い。当たりやすい。うん。栄冠の指輪は外れが多い。だから、まあ、破行の指輪を交換する人はとりあえず多いかな。まあ、栄冠の指輪と破行の指輪だったら、俺は破行の指輪優先派。で、次。ダマスカス外傷。これもね、めちゃくちゃ使う。うん、とりあえず俺がパッて思いつくのだったら、150個ぐらい使うんじゃないかな。うん、とりあえず150個ぐらい使うと思うんで、まあこのイベント開催ごとに3個ずつ配布されてんだけど、このダマスカス外傷っていうのは、極力集めといた方がいいっていうような感じだね。なんでまあ、割と優先度高いっていうようなアイテムかな、ダマスカス外傷。まあ、あとエリクシールハーフとソウルシード。これはね、基本回し毒なんだよな。なんでこれおすすめされてんのかっていうと、10個交換するとエリクシルハーフ2個もらえる。この笑顔のメダリオン10個で2個もらえる。イベントを1周すれば、1、2周すれば、まあ、笑顔のメダリオンって10個ぐらいもう、ペイできるじゃん。カバーできるんですよ。なんで、結局何が言いたいかっていうと、回し毒なんだよ。交換し毒。純粋に増えていく。プレイ時間も増えていく。みたいな感じになってるんですよね。まあ、プレイ時間に糸目をつけないのであれば、単純にこのエリクシールハーフっていうスタミナ回復アイテムが、純粋にポンもらえるから、ポンもらえるんで、
おすすめっていう感じだな。まあソウルシードも似たようなもんだけど、どっちがおすすめかって言われたらエリクシールハーフだね。ソウルシードとエリクシールハーフはエリクシールハーフの方が優先度が高いっていうのは覚えておいた方がいいかもしれない。っていうのが、まあ優先度高いやつら組だな。まあ、ここからちょっとあんま交換しなくてもっていうか、まあ、1段階落ちるけど交換しといた方がいいよっていうアイテムを紹介するわ。で、1段階落ちるけど交換しといた方がいいよっていうのが、この SSR 武器、リンのマラカスとラブライブライト。うん、これね。で、栄冠の指輪。栄冠の指輪。で、玉鋼かな。玉鋼。まあ、ここら辺の話をしていきましょうか。で、武器なんだけど、まあ、昔と比べるとちょっと優先度が落ち気味になってるんだよね。なんでかっていうと、サイドストーリーっていう、なんかいつでもできますよっていうイベントがあるんだけど、そのサイドストーリーってやつで、まあ、武器を、なんかこう、なんとかなる武器があるから。なんで、こちらの武器の方は、そんなに無理やり取らなくても問題ないんじゃないかなって思ってる。で、ちなみになんだけど、こちらのマイページの方のサイドストーリー行くとわかるんだけど、ラブライブサンシャインのコラボイベントは、もう、サイドストーリーに追加されてる。アクアスカイハイが。うん、っていう風に考えると、ラブライブの今回のコラボもサイドストーリーに割と近い時期に追加される。まあ近い時期っつっても数ヶ月かかると思うんだけどね。で、予想ができるわけですよ。予想ができるわけ。うん、なんで、こちらのラブライブサンシャインのコラボイベントのことも考えると、武器は少し遅れてもどうしても欲しいなってなることが可能性としてあるかもしんないけど、少し遅れてもいいんじゃないかなっていう予想を俺は立ててる。だから、この SSR 武器を優先度高めとは俺はあんまり思ってないっていう話だね。さっき言ったようにキャラクターとかアカルンポイントとかの方が重要度高いんじゃない？植物的にこう使えるから。うん、っていう感じだね。なんで、まあこちらの方は優先度落ち目でした。まあどっちか一本だけ作れますっていうんだったら、俺は光をおすすめしてます。光を。うん、メイン武器に装備すると光キャラが再生、HP 回復していく効果がつくんだよね。なんで、まあ初心者の人だったらすごいその安定感が増すような装備になってるから、なんで、まあちょっと初心者の人だったら光の武器を作っていくのを目指した方がいいかもしれないね。面白いかもしれないね。っていうような感じかな。で、まあこれはね、ファン武器なんだよね。これファン武器。ラブライブライト。うん、こちらの方はファン武器になってるんで。まあコレクションだね。武器のスキンを変えられるんだよね。武器のなんかメイン武器のその、側を変えられるんだけど、その側を変える用のラブライブライトってやつだね。スキン用なんで。なんで、まあそんなに優先度は高くないっていう感じかな。まあ、栄冠の指輪、さっき言ったように、破行の指輪よりワンランク落ちるけど、たまーに当たりが来る。これ。たまーに当たりが来るんだよね。なんで、栄冠の指輪は、まあ、交換しておけばいいんだけど、そんなに取らなくてもいいんじゃないっていうような感じだね。割とこう、あんまり外ればっかで微妙っていう感じだね。あ、JP もおすすめだわ。JP の話は後するんだけど。玉鋼。まあ、こちらの方は在庫1個なんで、は割と軽めになってるんだけど、玉鋼はね、後々足りなくなる。後々ね。なんで、グラブルを本気でやってますよっていうんだったら、本気でやるよですよってなったら交換しておいた方がいい。こちらの玉鋼も、毎月に5本とか、月に供給量が決まってるんだよ。現状の環境だとね。なんで、こちらの玉鋼っていうのを取っておくと、まあ、もしかしたら後々楽になるかもしんないっていう感じだね。で、プシュケ行くね。プシュケ。これはね、ランク100以上じゃないと、手に入らん。ランク100とか超えないと、ちょっと手に入るのがつれっていうアイテムなんで、ランクが100未満とかの場合だったら、交換しとくと、まあ、美味しくはあるんだけど、ただね、ただね、っていう感じだね。まあ、ランク100以上のなんかこう、いつか、まあ、ちょっとこう少しだけランク上がってほしいな、ランク80だけど背伸びしてーなーって時に、なんかこれが輝くことはあるんだけど、でも、まあそうだな、最近の環境で言うと、まあ、割と入手は難しくはないって感じなんで、まあどうしても欲しくなったら交換するといいかもっていう感じだね。まあ結局そんなレベルだね。この2番手に上げてるやつは。で、JP。まあ JP はね、最初足りねえ。JP 最初足りないから、これ足りなかったら交換しとくといいよ。ただ、後々余る。俺今 JP 多分10万とかあるんじゃないかな。後々ランクが上がっていくと今12万あるんですけど、まあ、あんま枯渇は、最初枯渇するんだよね。最初マジで枯渇する。だから交換した方がいいんだけど、でまあ後々余る。これは進行度によるかなっていうような感じだね。うん、まあもう一段押したところでは、あと残り、栄光、覇者。デビエレだけはいらない。デビエレは、これやるんだったら、マグナ討伐戦とかがあるんだけど、それやった方が美味しい。50と、笑顔のメダリオン50個と、
おにぎり、ダイエットイベントあったような、ダイエット会あったような、まあ、こちらのおにぎりを使う価値がちょっと費用対効果が悪いんだよね。なんでデビエレはあんまおすすめされてないですね。栄光と覇者は、まあ、足りなかったら交換しておくといいと思う。栄光と覇者、特に覇者結構安いよね、今回の覇者は。で、初心者の人って覇者の証が結構足りなくなるんだよ。覇者の証足りなくなるから、その時足りなくなったら交換した方がいいと思う。最初足りねえな、覇者の証きついなって思ったら交換した方がいいと思うけど、覇者の証はあのね、後々余る。俺今3000枚ぐらいあるんだよね。だから多分ね、余ってくると思うんで、覇者の証に関しては。まあ最初に足りないんだったら交換しておくといいと思うけどっていうような感じだから、あんまり優先度が高くないっていうような感じかな。はい。ということで、まあおすすめ度合いとしては、まあ最初に一番おすすめできるのがキャラクター。これだけはもうマジで取った方がいいと思う。キャラクターは取った方がいい。で、アーカルムポイント、10連ガチャチケット、破行の指輪、ダマスカス外傷、エリクシールハーフ、ソウルシードっていうのが優先度高めおすすめだね。優先度高めおすすめ。で、ちょっと一段階落ちるとことしては、SSR 武器、光の武器、うん、光の SSR 武器、栄冠の指輪、うん、あと好きだったらラブライブセットね、ライトセット、うん、で、栄冠のやつ、玉鋼、まあ、あと足りねえんだったら JP、プシケ、土プシケ、うん、まあ、足りねえんだったら交換、栄光の証、覇者の証、足りなかったら交換、いらないデビルエレメントっていう感じだね。まあ、そんな感じになっておりますので、皆さんもちょっとこう交換のなんかこう有限だよと、アイテムが有限だよ、つれえよみたいな感じの人は、今のなんかおすすめを参考にしていただければ、わりかしちょっと失敗はしないんじゃないかなと個人的には思っております。まあ下のコメント欄にもね、なんかこう俺はこっちおすすめだよみたいな感じのことも書かれると思うんで、コメント欄も見て、ちょっとなんかこう多角的に物事を判断していくといいかもしれません。まあそれができれば効率よく初心者を卒業できるというような感じかな。ということで、トレジャー交換のおすすめ動画でございました。皆さんの参考になれば幸いです。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。